ターワールドチャンネル。皆さんようこそ。ほんまおおきに。京都の言葉で繰り広げる2021年4月3日、時刻は17時を回りました。ついに始まりました、記念すべき第1回。この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワンのスタジオより生放送で17時56分まで放送します。司会進行は私三戸恵里と佐藤理央、京都で生まれたコンビでお送りする京都弁の飛び交うトークショーとなっております。ぜひ最後までよろしゅうお頼申します。いやー三戸さん、はい、やっぱり恵里ちゃんって呼ばせてもらいます。はい、さあリオちゃん。いやいや、ちょっと待って、沖縄弁やん、京都弁やで京都弁でいかんと。そうでやんすか。私は京都生まれ、京都生まれで女優をやっております三戸恵里でござんす。待って待って、ござんすってそれさ、あの最近までやっとった、はい、エドモアゼルっていう、あ、よくわかりましたね、はい、あれって江戸の言葉であって、はい、京都弁ちゃうやん。わかったわかった、京都やろ、うん。ここからはお互い聞きたいことを質問し合っていきましょう。はい、うん、じゃあ私からさっき聞かせてもらいますね。はい、お願いします。りーちゃん女優さんってことで、はい、まあ、台本とか読んでると思うんやけど、はい、もう私からしたら想像の中の台本ってすごい分厚いイメージがあって、はい、どうやって覚えてんやろなっていうのがあって、あ、はい、コツとかあったりするんでしょうか。そうですね、コツっていうコツは正直私はないと思ってるんで、でもあのこう読んで声に出して読むっていうのが一番覚えやすいかなっていう気がしてて、でもなんかどうしても覚えられへん場合はなんかその自分じゃない役、相手役のセリフとかも含めて一回録音して、でそのそれを聞きながら自分のセリフを頭に入れていくみたいな感じのこととかはたまにしたりしますね。最初に一気に全部読んだりとか。はいはい、一回読みます、はい、これって学校のテストとかもやってきたけど、はい、まあ、暗記が得意ってことは、いや、それはまた関係ないんですよね。そう、そうなんや、全然関係なくて、全然違うんや、はい、ね、それができたらね、できたら100点満点めちゃめちゃねよかったんですけど、ある意味この覚えるのっていうのは、うん、ね、才能やね。いやいや、分からなくてね、芸人さんもごめんね。ザコ師匠って芸人さんいますよね。あ、そうなんだ。武蔵さんからもコメントいただいてます。めぐ、はい、ちゃん、ミキさんの山内さん、リスナーの皆さん、こんにちは、っしょい、生放送お疲れ様です、という、はい、めぐちゃん新番組始まったのっていうことですけど、ちょっとこれ、ね、新番組じゃなくてですね、本当にスターワールドチャンネルに今日本当たまたま代打飛び入り参加、うん、代打で、はい、している感じです。そうですね。かっちゃんさんもコメントいただいてますね。山内さん、あれ、めぐちゃんこんにちは。本当ですよね、ちょっと間違えることに皆さんびっくりされてますね。超インドラジオの特番と思ったとかね。はい、ひふみさん、モビリック号だ、そして新庄さんだ。このひふみさんもね、はい、このアーティストというかミュージシャンで、そのモビリックで演奏してるんですよ、たまに。そうなんですね。そうそうそう、だからモビリック、もうすごい詳しい、詳しい詳しい、うんうんうん、モビリック号では定期的に開催されているフォークソングナイトクルーズでお世話になっていますが、はい、これまでコロナ禍の中で開催しているにもかかわらず誰一人も感染者出してません。すごいですね、もう対策を徹底しているっていうことですね。まもるシェフさん、婚活クルーズにやっぱり食いついて。そうですね、小さい頃から歌手って目指されてたんですか？ああ、でもまあそうかもね、うん、ちっちゃい時からまあ人前で歌うことはやってたから、うん、そう、歌って、でもやっぱりこう、高校卒業する手前でちょっと、なんだろう、歌はやめようって思って、うん、っていうのも、この、自分のいとこの HY の中曽根泉と2
2人で、はいはい、ファーストっていうあの、うん、ユニットを組んでたの。うん、はい。でも やってたんだけど、で高校生の時に、うん、ミは HY としてデビューするって決まって、うん、でミガは曲も書けないし、この楽器もできないから、はい、まあ、一人で歌はできないから、いや歌諦めたと思って一旦、はい、そこで諦めてるんですよ、歌を。あ、そうなんですね。大学行って、はい、高校の先生の勉強をして、はい、一応1年間で高校の先生を させてもらったんだけど、意外でしょ、勉強できないのにね。いやいやいや、こんな先生いたら絶対楽しいですね。でも生徒に漢字が分かんないから、うん、先生漢字間違ってるよってよく教えられた。そういうのもあったんだけど、でもやっぱ実際こう夢を追うことは大事だよって生徒に言うのに、果たして自分が本当に夢を追えてたのかなってこうフィードバックしたときに、うん、いや、うん、まだ自分が本当にした夢を追えてないってこう気づかされて、うんうん、やっぱ歌をもう一回頑張ろうっていうことで東京に来たんですよね。なるほど、深いですね。ね、まだハートであげる場合は、うん、ハートの形でこういう風なのが作れますよとかね。かわいい、ね、中がハートになったりとかっていうのができて、ね、うん、ね、うん、こういうふうにいろいろね、足していって、花火って作るんですけど、うん、でその中で花火火薬どういうふうにしようかとかっていうのをみんなでこう話しながらね、はい、やっていくんですね。でさっき見たのもうちょっとハートらしくするのであれば、はい、こういうふうな絵なんですね。あ、ちょっと花火見えなかったねけど、まあ花火、うん、ええ、ハートだけが残るのいいですね。ええというやり方をね今開発して、あの長い時間こう浮いて入れる花火っていう、長いこと見える花火っていうものを、うん、あの作ったりとか今してるんですね。ええ、色とかもつけれるんですか？もちろん色も変えれますんで、今赤くこう光ってますけども、うん、ここをですね、真っ白にしちゃったりとかっていうこともできますね。はい、お母さん、来週もぜひ出てほしいなと思ってるんですけど、そうです。僕ね、僕来週ね、宜野湾にいるんですよ、今この時間。え、本当ですか？あ、じゃあもう、私、宜野湾行こう。スタジオ、はい。前日、あの、沖縄仕事の打ち合わせで、仕事で沖縄行って、はい、で、また僕が、リゾート地と那覇と、空いたぐらいやから、宜野湾にホテル取るんですよ、いつも。あ、あ、そうなんですか。あ、じゃあもう来週お願いします。来週も来週だったら、直接僕あの宜野湾で出ますよ。あ、もう嬉しい。こんなことで出演で僕はいいんですけど、ありですか？大丈夫です。ぜひ、嬉しいです。ありですよ。大ありです。これで出てしまった以上絶対出ないといけないんで、はい、来週僕は宜野湾にいますので、出ます。お願いしたいです。お楽しみにしててくださいね、はい、皆さん。いっぱい話がまたありますので、はい、もうね、止まらないですから。本当、まあね、短いお時間だったので、来週またぜひお母さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。また来週と言わせていいですか、はい、私、はい、はい、そうですね、また来週、また来週出てきます。また来週。ありがとうございます。ありがとうございます。降りて行って10人ぐらい言って、はいスタンバイ、はいみんな上着脱いでって全員パッと脱いだら全員踏んどしちゃって、観光客がびっくりして逃げたっていう。なんか変態の集団みたいに。そんなね、ちょっとびっくりですね。その頃はですね、でも例えばそれあのキラレ役でキラレて池にはまったりするでしょ、はい、うわーザバーン、はい、そうすると、はいはい、池にはまったらはまり水濡れ手当てって5000円つくんですよ、ギャラの上に。これが、あ、そうなんですか？確かに真冬だったらあの、うん、10月から3月までだったら5000円で、夏はみんな暑いから息入りたいぐらいやろって言われて2000円ぐらいしかつかないんですよ。ギャラプラス1日のその、で危険手当てってやっぱりこう、はい、お城の、うん、でチャンバラやってお城から崖をゴロゴロっと転げ落ちたりすると、やっぱり危険手当てってのは5000円ギャラに上乗せされるとかね。これはね、いろんな規定があって、その昔、うん、よろずや金之助さんがまだ東映所属の頃に、はい、俳優さんたちで俳優労を作らないといけない、やっぱりね、ちゃんと出演料にいろんな、うん、手当をつけないとねっていうことから始まったと聞いてるんですね。うん、そうやったんですね。だから例えば
時代劇で、桃太郎侍と、銭形平次というのを、はいはい、1日にやっぱり 2本3本という同時進行で、撮ってますから、運がいい人は朝一番で桃太郎侍で1時間ぐらいでザバッて切られて池はまってで5,000円もらってで日当もらったら「おお前もう昼で終わった」「実は一人足らへんねん」って昼から銭形平次出てでまた切られて2本もらってその上にまた危険なことをやったらプラスでちょっと稼げてたという、プラスでね。でこれお金だけじゃなくってそうやって出ると要するにお芝居の勉強になるのと縦ですね立ち回り。うん、縦が上手になっていくっていうので、で撮影のその俳優さんとの絡み、相手はもうスターさんばっかりなので、それも覚えられるので、本当に、本当に一石二鳥ですね。そうしてやっぱり現場で演技を覚えていくんですけど、一つ落とし穴があって、時代劇で思いっきり覚えるでしょ最初。そしたら初めて普通の現代劇っていう普通のドラマが出た時にも目向いて鼻向いて何って時代劇みたいな思いっきり臭い演技になってしまうという愛岡君もっと自然体で自然体で芝居しすぎやがな目酔ってるでとか言われて面白いいやもっと聞いてたいんですけどね、はい、そろそろお時間になったのでね、まあ、京都に住んでながら私たち全然知らんこと結構あるしねまた何週間に分けてねちょこちょこ観光スポットとかも紹介していけたらいいなって思って。はサンミュージックさんよりキングオブコント2020で準決勝進出されたパワフルな漫才コントが話題のママタルトさんが本日ゲスト出演してくれはります。大鶴さんと日原さんを呼んでみたいと思います。大鶴さん、日原さん、本日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。自己紹介を一人ずつしてもらいたいなって思うのでお願いできますか。はい、どうしよう、どちらからいきますか。あ、じゃあ大鶴ひまんから。大鶴さん、はい、はい、お願いします。ママタルトの大鶴ひまんと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。あ、ママタルトの日原です。お願いしま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 す。紹介ですか。すごい短い自己紹介でしたね。そう、すみません、いっぺんに2つのことができなくてすみません。なるほど、大丈夫ですか。画面が画面が全然うまくいかなくて。すごく大丈夫ですか。あ、これですね。お部屋の中がすごく見えてます。お部屋の中が完璧です。はい、行きました。よかったです。はい、ありがとうございます。一応あのママタルトさんたちが、はい、まあ、どのような漫才をされてはるのかも、はい、ぜひ知ってもらいたいなと思って漫才の動画を流させてもらいたいなって思ってるんですけど、お二人は YouTube の方もされてるんですよね。はい、あ、はい、やってます。YouTube 名とか教えていただけたら嬉しいなと。YouTube チャンネルが、ママタルト本物チャンネルですね。なるほど、はい、ママタルト本物チャンネル、ぜひ検索してみてください。ぜひ検索してください。はい、はい、じゃあ今日はですね、その YouTube にもある漫才、うん、カーチェイスをね流させていただこうと思いますので、はい、皆さんもお楽しみください。はい、今週もありがとうございます。サンミュージックさんより、不気味な言動のボケと勢いのあるツッコミが癖になるさつきさんが本日ゲスト出演してくれはります。早速門脇さんと宗田さんを呼んでみたいと思います。門脇さん、宗田さん、本日はよろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。お一人ずつ、おい、 V ネック。はい、お、 V ネック。おい、はいはい、深い V ネック知らな。気持ち悪いから V ネック切るなって毎回言ってるやろ。ダメですか。もうダメです。気持ち悪いね、その黒い人の V ネックは。ダメですか、これ。胸毛がすごいから、V ネック。ああ、すいません。ごめんなさい。ごめんなさいね。自己紹介いただいてもいいですか。服装はしっかりしてよ、まあ、本当に。面白い、めっちゃ。あの、おいおいおい、
ズボン。下下。危ない危ない。あ、ごめんなさい。びっくりした。びっくりした。びっくりした。胸とは餌に使うんじゃないよ。お願いします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 。で、軽く自己紹介していただけますか。はい。あ、自己紹介。はい、すいません。あの、門脇と、ムネタです。よろしくお願いします。さつきと申します。お願いします。ムネタ一言ちょうだい。なんかわかりました。笑わせたい、笑いたい、今日は皆さんで依存し合いましょう。怖ない怖ない怖いって依存しようとか言うなよ、あんまり人に。違いましょう、ちゃんとぜひしましょう。近い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 。ではね、今日スターワールドチャンネルを聞いてくれてはる方にも、まさつきさんたちがどのような漫才をされてはるのかを、知ってもらいたいので、漫才の動画を流させてもらいたいなって思ったんですけど、お二人の YouTube にも、いろいろ漫才アップされてると思うんですけど、YouTube 名とか教えていただけたら嬉しいです。あ、さつきのさつきの YouTube チャンネル、さつきの YouTube みたいなやつですね、はい。何で検索したら、あ、さつきさつきで、さつきさつきになってるんですか。多分間違いでさつきさつきになってます。あ、間違い間違いで、何かの手違いで、はい、間違いで、さつきさつきってなってます、ね。でも お笑い芸人でさつきで調べていただければ出てくると思うんですよ。はい。はい、じゃあ、ぜひお願いします。キーで検索していただくか、さつきさつきでぜひね、皆さん検索してみていただいてね。はい、お願いします。ぜひお願いします。そうです。で、あ、はい、出てきてくれたんで、じゃあ綺麗な方が、はい、はい、では今週より新しいコーナーです。このコーナーは株式会社サンミュージック福岡の代表取締役でもある福田社長のご協力をいただき、アーティストの未来をプロデュースするコーナーが実現しました。ではラジオを聞いてくれてはる皆様に先行してお届けするアーティストの未来コーナーです。ここでね、耳寄り情報なんですけど、芸能界を目指している素人の方も今回チャンスです。毎週福田社長もこのコーナーを聞いてくれてはりますので、もしかしたらあなたのアーティストとしての道が開けるかもしれません、うん。俳優、芸人、音楽アーティストとかアートアーティストなど、ぜひこのコーナーに参加していただき応募してきてください。では現在、福田社長がプロデュースするサンミュージック福岡に所属のアーティストをご紹介させていただきたいと思います。今週ね、出演してくれはるのは女優を目指されている、宇藤風紀さんです。本日はよろしくお願いします。宇藤風紀です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけど、宇藤さんに自己紹介お願いしてもいいですか。はい、では自己紹介させていただきます。サンミュージック福岡に所属しています。大学3年生、20歳の宇藤風紀です。私は女優を目指しているんですけど、ちょうど1年前ぐらいに、サンミュージックに所属させていただきまして、そこから1年間、毎週ですね、モデルレッスンや、MC など、そして演技レッスン、そういうのレッスンを日々受けてきてて、うん、今はオーディションとかも受けながら活動しているんですけど、将来は朝ドラとか大きい、ドラマとかに出られるような女優になりたいと思ってます、うん。はい、では今週もサンミュージックさんより、練られたボケに独特なツッコミの実力派コンビのザ・パーフェクトさんにゲスト出演していただけるので、早速お呼びしたいと思います。ハードパンチャー瀬野さんとピンボケ太郎さん、本日はよろしくお願いします。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 よろしくお願いいたします。お願いします。瀬野さんと太郎さんとお呼びさせていただいてもいいですかね。はい、大丈夫です。はい、それで大丈夫です。大丈夫ですか。いいんですか。いいですね。
では太郎さんからの自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、サミュージックザパーフェクトのピンボケ太郎でございます。あのですね、今日あの始まる本番始まる前にこのズームに入らせていただいたじゃないですか。はい、であのお二方 MC お二方とスタッフさんの打ち合わせ聞いてたんですけど、はい、やっぱ多人数のズームだと声が重なったり笑い声が重なると声が聞き取りにくくなる、うん、故にお二人はあの芸人のトークとかであんま笑わないようにサイレントでお願いしますってとんでもない打ち合わせされててとんでもないことめちゃくちゃ震え上がってますよ今もうこれから笑わないんだと思ってで怖いですからね、無理無理です。いや笑っちゃうんですよ、ね、結構笑い上手で笑っちゃうんですよ、ね、いや笑っていただいて大丈夫、聞こえてるんですよね、大丈夫ですよね、はい、聞こえてます。だから笑っていただいて大丈夫だと思うんで、よかったです。震え上がってましたよ本当、笑わないんだと思って。分かった、よかった、ね、笑わないでおこうと思っても笑っちゃいますからね。いや、よかった、こう言っていただけるとありがたいですけども、はい、頑張ります、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ瀬能さんも自己紹介お願いします。あ、どうも、ハードパンチャー瀬能と申します。好きな女性のタイプは、ボンキュボンのダイナマイト背中の人です。ラクダですね。ラクダだそれ。ああ、峰富士子みたいなタイプだった。ラクダだったね。とラクダの方です。はい。好きはそれぞれだからね。はい、お願いします。仮面がすごい気になったんですけど。そう、ちょっとね。触れられなかった。そう。全然触れられないんで、すぐ脱ぎましたわ。スルーしちゃった。5つ込もうかな思ったんですけど、スルーしちゃった。全然来ないから、マジで。そういうボケある人でメンタル弱い人いないよな、から。受けないからすぐ取らないでよ。すぐ早かった、めっちゃ早かった。そう、お願いします。お願いします。はい、ではですね、早速なんですけども、はい、スターワールドチャンネルに聞いてくれた春方にもですね、ザ・パーフェクトさんの漫才を知ってもらいたいなって思うので、サンミュージックさんのね、はいはい、ライブでされた漫才を一つ流させていただきたいと思います。お願いします。じゃあ山内さん、動画お願いします。それ芸人根性ですね。いや、今度ですね、やっぱりあのこの岡副社長と、まあ僕もうこう見えて若く見えるんですけども、年も50回ってますんで、結構今まで場数も踏んできてるんですね。僕もいろんなテーマパークもいらせていただいたんですけども、数ある失敗談もたくさんあるんですよ。はいはいはい、あの本当にみんなから怒られたこととかですね。はいはいはい、まあそういう歴を踏んで皆さん多分あの芸人とか、そうですね、あとやはりあの岡副社長がこの副社長になるまでっていうものは、うん、はい、やはりこう皆さんをこう、あの、ね、うまくティーアップしながらあの育成したと思うんですよね、うんうん、ですのでやっぱりこの岡さんのこの一言ってすごくこれから大事になっていくんじゃないかなと思いまして、うん、こう2人でそういうコーナー作りたいなって、はい、ラジオで、あの、あ、サンミュージックの芸人みんな聞け、はい、みたいな、はい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 、30分ぐらいどうですかね。いや、これね、本当に今のお話のようにその失敗談なんていうのがね、あって、あのよくね、言われるのが、どういう芸人がそう売れると分かるんですかとかね、そうですね、うん、どうやったら売れますかっていう、うん、この大体今こういった質問がねよくありますよね、うん、一番本当はしちゃいけないね、そうなんですよね、うん、でこれいや反対の言い方にしてね、はい、いやそうじゃないんやと、あのこれをやってたら売れないな一生とか、うん、 そうですね、それはやってはいけないとか、うん、ダメな方の答えっていうのはね、うん、自らの失敗談も、うん、ですね、入れてのやっぱり分かっていきますよね、なぜあの人が売れたんでしょうね、いやそれはまあ、はい、努力したからじゃないの、なんかね、はい、うん、たまたまルックスがとかっていう、いろんなまあ言い方がね、できるんですけど、あとやっぱりこう、うん、売れたら必ずこう後輩を大事にしていくっていうのが、うん、この芸人の規則というか決まりというか、う、ね、皆さんね自分でこう稼いだお金は、ね、うん、若い子、うんうん、年下の子、はい、これからの子にどん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 飯をおごってあげて、
まあ、昔からそういう風習はあるんですけどもね。ありますね。ね、はいはい、それをこう大事に、ね、はい、していかなきゃいけない、ね、ということと。これ多分一般企業の、あの例えばね、あの上司の方と部下の方の関係性も、そうですね、まあ、そういった部分も、ね、うん、はい、まあ、最近はね、なんかあの上司にお飯でも行こうかとか、酒っていうと、っていうね、風潮ですけど、それは ね、多分お互いが持ってる人間性って言いますか、ちゃんと入り口の人間の関係がまだできてないのかなっていう気はしますね。まあ男だとね、小指をこれ行くか、はい、小指立てるとね、うんうんっていうの結構いますけどもね、はいはいはい、芸人好きなんですよね、またああいうキャバクラとかああいうところが本当に、まあ、あれもでもね、あの言い訳ではないですけど、キャバクラとか行くと、やっぱ芸人そこでも頑張るじゃないですか、頑張ります、ここ、うん、受けないといけないし、うん、例えば誰かに連れて行ってもらったら誰よりもね、はい、面白くで、逆にちょっとごちそうになって連れて行ってもらえば盛り上げてあげないといけないし、はいはい、っていうのもありますしね。なるほど。で、あのやっぱり人目にさらされる、でそんな時でもやっぱり滑りたくないわけですよ、うん、芸人で、別にまあ芸人に限らずですけどね、まあ歌い手さんにしても俳優さんにしても、まあ対人がいる時っていうのはいつも見られてるなと。あ、そう、あの我々やっぱり大事なことっていうのは、あのいつも自分タレントであるからにはいつも見られてるという意識をちょっと持たないといかんですね、まず入り口ではね、特に、ね、ついなら僕さっきからツイキャスで見られてるのに、はいはい、全然油断してぼやーっとしましたけどあ、俺も出てんやんって途中で気がついて、もう今日は1時間ずっと出てますんで、ねえ、よろしくお願いします、ね、ですよ、はい、時々こうやっていなくなったりしてますあ、あ、あかんですあの部屋の扉開けてたんで閉めに行ったんですよ先々週、はい、確か副社長ここの宜野湾のラジオの局に来ていただいたんです、先週でしたっけね、うん、3週前、あ、そうですね、で、はい、この時にこう窓から見えるこの今建設中のこの広い広大な土地、ねはいはいはい、見えたじゃないですか、見えました、はい、ここでね、あのちょっと宜野湾のこのラジオ主催で、はい、あのサンミュージックと、まあ、僕はあの花火とかいろいろレーザーとかできるじゃないですか、はいはいはい、ちょっと人集めてちょっと金儲けしようかなと、はい、いや金儲けじゃないですよ、はいはいはい、あのまあ、あのまずなんかね、まあ、今ちょっとコロナのことで、はい、ですけど、ええ、まあ、やがて、落ち着くといいますかね、そうですね、今緊急事態宣言が20日まで出ておりますので、はい、ええ、まあでも本当に冬いつまでもね冬が続くということではなく、また春が来て夏が来てということになるとは思うんです、はい、そうですよね、で、ええ、そうなるとやっぱり人がね集まっていただいて、はい、で、人が集まっていただくと今のお話のように、まあお金も動くでしょうということなんでね、そうですね、うん、野外ステージを作りまして、やっぱり野外ですから、まあ、クラスターをねうまくこう緩和させて、うん、あとまあ、はい、そういった、フリーマーケットであったりとかですね、はい、うん、はい、お祭りの雰囲気をやっぱりこう昔のように持ってあの戻したいっていうのも、うん、いいですよね、うん、はい、でそこでね、まあはい、いろいろこうあの岡社長にもいろいろ手伝っていただきたいなっていうのがあるんですけど、うん、いやぜひぜひですね、今のあのフリーマーケットなんていうとやっぱりなんかね、あの飲食にせよ、うん、物にせよ、はい、あの例えばあの古着にせよいろんなものを売ったりっていうんですけど、やっぱり芸能プロダクションでありますから、うん、そこでフリーマーケットのようなノリでここはお笑いがなんかやってる、あっち行くと、うん、誰か歌手が歌ってるな、でこっち行くと、はい、なるほど、かっこいいですね、面白いですね、うん、即興劇をやってるなっていうような、うん、はい、やっぱり、役者さんがね、自分は役者だと俳優だっていうこと、うん、女優だっていうところは何かというと、一般の人を巻き込んで急にお芝居をするというようなこと、うん、はいはい、これやっぱりサミュージックはいろんな人がいますので、はいはいはい、そのスタジオから見るあの広場のところでですね、はい、本当に大きなイベントができると、できあのサミュージック祭りといいますかね、一部そういった形で、はい、まあ、僕らできるのはあの皆さんに、ね、喜んでいただけるようなという、はいはい、で、ね、そう、上村さんね、はい、今こういう状況でね、はい、あの不要不急のって言いますよね、言いますね、うん、で
これはね、いやお前らはそら芸能界の人間だからそう言うんだよって言われるかもしれないですけど、うん、僕はお笑いにせよこの芸能ということは不要不急ではないと思うんです、はい、あなるほど必要やと思うんですね、そうですね、昭和20年ね、うん、そうですよ、はい、日本があの戦争で負けた時、どうしてもこう日本に笑いが欲しい、はい、で、はいはい、芸人がねみんなで力を合わせて皆さんを喜ばせたっていう、はい、あのこの日本の歴史もありますんで、まさに今そういう時なんで、ぜひ ね、この一番前を先頭サンミュージックに行っていただいて、うん、そういうのを活動してるんだよっていうのをね、ちょっとアピールしたいなっていうの、そこで花火を上げますんで、はいはい、僕が、あ、はいはいはい、やっぱ花火って一つのエンターテインメントでもありますし、皆さんがこう喜ぶ、そうですね、一番最後のね、あの夜締めくくりができるっていうのが演出できると思いますんで、うんうん、はいはい、ぜひね、花火は本当に、うん、どういうんですかね、理屈抜きで花火を上げるだけで人が集まりますよね。そうですね、で、まあ、私も、まあ、実際京都出身ですけども、はい、母親が大津、隣の町の大津、琵琶湖の浜大津なんです。で今は、まあ、そこに家があるんですけど、その目の前で、はい、あの琵琶湖の花火大会が、まあ、この2年ないんですけど、うん、はいはいはい、毎回あって、これはね、もう約1時間半ぐらいですか、はい、黙ってビール缶ビール片手にベランダで花火見てるだけでずっと楽しめるんですよね。あ、なるほど。この花火の持つパワーと、そ、はい、すごいな、なんかそういう、ね、人に美しいなということと力強さを同時に、ね、うん、与えられるっていう、これはもう芸能もそうですよね、はい、そうなんですよ、もうあの一番最後にドカドカドカッと上がるところとかですね、はいはい、あれ全部、まあ、あのコンピューターでこう演出するんですけども、あ、コンピューターなんですか。そうなんですよ、あの全部コンピューターで演出、こういうふうな上がり方します、はいはい、こういう開き方しますとかっていうのを全部作るんですけどもね、はいはいはい、でうちに所属してます、鹿児島であの花火の玉を作ってます太陽花火っていうところが、はい、全国にこれ、はい、全国1位で花火を供給してるんですよ、玉を。で、鹿児島から皆さんこう全国に花火をこう送ってるというか、あ、そうなんですね、はい、ですね、うちはそこと提携してますんで、いつでもこう、はいはい、ちょっとあげてくれっつったらもうボボンってあげに行きますんで、はいはい、ぜひね、あの芸能と花火っていうのはすごくこう、うん、コラボしやすいですから、そうですね、まさに文字通りちょっとこう花火を上げるっていうことですよね、はい、本当にそうですね、うん、いいですね。今どういうんですかね、告知なしで、うん、まあ、コロナ、ね、コロナ禍をちょっとでも元気よっていうんで、うん、はいはいはい、いろんな各都道府県の地域でね、急に花火、例えばこの今日なんか土曜日です、金曜日だったり土曜日だったり週末とかに花火がね、はい、上がったりしますよね、だからやっぱりその、うんうん、その花火、そうですね、花火を上げて人が集まった後に、そのやっぱり僕ら中で皆さんに楽しんでいただけるようなことをやっぱりやりたいです ね、うん、ですね、やはり人が集まるとこでは、うん、いろんなこう募金活動とかも僕したいと思ってるんですね、うん、はい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 、うん、やはりあの人が集まればやっぱりこうちょっとね募金していただいてどっかに寄付してあげて、はいはい、まあ、支援してあげるっていうのも、はいはい、この大きく集めれるこの花火っていうものは、うん、やっぱり何万人って必ず集まるんですね、はい、どこで上げてもなんですけども、はいはいはい、広ければ広いほど、はいはい、あの人って集まってきてくれますので、はいはい、さあ、そうですね、うん、まあ本当にこんな、うん、具体的な話してあれですけど、例えば一人、例えば100円でもね、1万人いたら、そうなんですよ、うん、100万円集まる、うん、2万人来たらって、要するに花火の規模なんて2万人3万人になってすぐ集まりますね。あ、集まります。大体7万人を基本として集まりますので。7万人、そうです、はい、芸人なんかそんなところでやったら死んでしまいますよね。7万人が一斉に滑ってシーンとなるっていうの逆にすごいでしょうけどね。どんな滑り方今までないですね。7万人を黙らせたかみたいな。いや、滑っちゃいかんのですけどね、受けないといけないんですっていうふうに、はい、花火って一つの場所から上がりますけども、はい、そのイベント会場を僕、はい、さっき岡副社長が言ったように、はい、何箇所かこうエリアを作りたいんですね。例えば、はい、お笑い芸人ステージで一つは、はい、うん、あの歌手のステージっていうふうに、はい、フェス的な感じで、うんうんうん、でそこで楽しみながら最後は花火をこう見ていただくっていう、あ、はい、うん、はい、
ですね、こうお客さんがこうどこに行くかっていうのを選びながらツアーを、はい、うん、何時から何時、はい、例えばこうペコパさんが出てくれるとか、あ、はい、じゃあそこいっぱい集まるじゃないですか、はい、じゃあメイン会場になってくるなとか、はい、うん、はい、いろんなことを決めつつまた、一つのイベントができればなと、そうですね、いうのがありまして、はい、それをぜひね、はい、この沖縄でやりたいなと、やりたいですね、僕、はい、沖縄の人にはね、いろんな意味でお世話になってますんで、はい、どっかでこう恩返しをしてあげたい、まあ、ここの宜野湾のラジオの山内君もそうなんですけども、はい、本当にねお世話になって何かを恩返ししたいっていう気持ちでですね、うん、この沖縄に携わっているんで、うん、はい、ぜひ今年、まあ、無理かな、まあ、秋ぐらいにちょっとそうですね、うん、パターン組もうかなというふうに、ええ、だんだん本当にワクチン接種もねだんだんと進行していっているようですからね、はい、ええ、はい、で本当にまあ以前多分10月11月今年中っていうことで言うと、はい、うんうんうん、そしたらまあ秋から冬にかけては少しイベントが回復するかもしれないですよね、ですね、ええ、うん、そうそうそう、そこなんですよね、やはり前を開けてあげないと、まあ、日本人ってどっちかっていうと右に習いの世界ですから、うん、あ、はいはい、うん、あのことやってこのことやってって言うですけども、やはりねいいことをやっていくっていうのはこの芸人の世界では本当に人を笑かしてあげる、うん、笑顔を作ってあげるっていうのは、はいはい、一つの誇りというか義務でもあるのが芸人だと思うんですよね、はいはい、ですね、はい、この花火は最後でこう締めくくりますけども、うんうん、はい、やっぱ花火があるっていうふうになると人が必ず集まりますんで、そうですね、はい、ですね、でやっぱり本当に、芸人まず、ま、若手もいて、さっきの例えばメインステージ、うん、はい、そこには、ね、うちの、まあ、それなりにというかペコパにせよ、はい、カズレーザーにせよっていうお笑いが出る、でも、その周りとか広い会場の反対側では、はい、サブステージ小さいけどここではずっとこう例えばイベント中に何十組もうちお笑い の, いますよね、若手いますので、はい、はい、若手のもうマラソン、うーん、そうそうそう、芸大会みたいにね、うん、ずっとやっていって、見てる方のお客さんもフラフラになってきたら面白いか面白くないかわからないので滑っててもわからなくなってくるぐらいやった方がいいかなと。ひょっとしたらあいつ面白かったの違うかな、うん、でそこで OK なやつがメインステージに急に行くみたいなね、うん、なんか、なるほど、で、うん、っていうそこにまあ飲食も絡んだりいろんなことをやってると面白いな、あ、本当のうん、やっぱりお祭りですよね、そうなんですよ、お祭りなんです、縁日と言いますか ね、うん、はい、イメージがあって、うん、でお祭りがそのそういった言葉が大きければ大きいほど、はい、ね、コンサートにせよ、うん、お笑いにせよ、大きければ大きいほど最後の花火大会の、さっきの一番最後に一斉にバン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 と上がりますよね。そうそうそう、こうなってこうなって、ええ、で、あれが終わった瞬間って急にシーンとなってハラ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 と火が落ちますよね。ええ、はい、あの切なさと楽しかったなという思い出が、ああ、はよ来年の夏も来いひんかなとか思うわけですよね。次のお祭りが待ち遠しいよなっていう。ええ、この刹那がね、もう何とも、まあ、僕も楽しくて、これはやっぱり芸能事もそうですよね、はい、本当に、ああ、楽しい時間をまた、うん、頑張って明日からも働こう、ええ、うん、学校行こう、うん、一生懸命生きていこうってなったら、その先にあるのはやっぱりまた楽しみがあるじゃないのっていうことですよね、はい、ええ、そういうふうな感じでね、みんなこういう時ですからね、本当に一生懸命頑張って、うん、そうですね、はい、僕らが岡副社長はそんなに滑ってないと思うんですけども、ね、滑りまくり人生かなり滑ってますんで本当にねテーマパークとかの演出やらせてもらったんですけども、はいはいはい、失敗の続きがもういっぱいあったんですよ。はあ、うん、で、はいはい、その中で、はい、ああじゃないこうじゃないっていうのをやりつつ、はいはい、もう、はいはい、大変な中こう今まではい、はい、やってきましたんで、確かにテーマパークお笑いもそうですけど、はい、こちらが作り手側とお客さん側のズレがに気がつかないと厳しい時ありますよね、うん、これは絶対なんじゃこれっていうのはね、うん、そうですよね、うん、はいはい、それはどうしてもねこう2人監督さんがいるとか、はいはい、もういろんなこう言い合いを しながらでするから結局こう、はい、ダメな方に行くんですけどもね、はい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 、お台場で僕一番最初に花火あげたんですよ、はい、あ、
そうですか、うん、もう今お台場は当然になりましたけども、ね、そうなんですよ、はいはい、一番最初に上げた時に、はい、レインボーブリッジから花火が見えないように上げてくれっていうことで、はいはいはい、了解しました、なるほど、国土交通省さんには絶対迷惑かけませんって、はいはい、当日花火全然上に上がってましたんで見えますよね、始末処分だったんですね、はい、けど一回突破口を開いたんで、はいはい、そこですね、一番最初にということですね。何でも僕、突破口を開くのが好きでですね。はいやいや、ぜひぜひ、ちょっとサンミュージックを本当に沖縄でね、いろんな展開をしていきたいと思ってますので、ね、ぜひこう、ちょっと一緒にこの突破口をね、そうなんですよ。はい、またこれを岡副社長といろんなことを話してですね、はい、あじゃあこうじゃそうですね。でこの沖縄って、やはり、こう観光地、でもありますから、はい、ただまあ、はいはい、コロナでこういう状態なんですけども、はい、やはりこうエンターテインメントが繰り広げられている、あと、はい、よく花火上がるところなんですよ、はい、沖縄県というのは。あ、なるほど。夏はもう四六時中どっかで祭りやって花火上がってるような状態なんですけどもね、はいはいはい、2年前まではそうだったんですけど、はいはい、今はちょっとね、はいはいはい、花火見えない状態なんですけども、なるほど、はいはい、またね、はいはい、一つのこう突破口を作ってあげて、そうですね、うん、この場所なんとかなりそうなんですよ、はい、この宜野湾のこの広い広大な、なるほど、その場所ですね、はいはい、まあ、これは宜野湾ラジオのこの山内さんに力を貸してもらって、うん、はい、この場所を借りてっていうことになるんですけどもね、はい、うん、ちょっとこれをね実現できるように、ね、はい、うん、頑張っていきたいなと思いまして、はいはい、はい、いやぜひぜひ我々もサンミュージック上げて参加させてください、はい、ではね、はい、今日は本当にいい、はい、会談に なれたかなって誠司君、どう、はい、どうだった、分かった、はい、分かりました、分かった、はい、うん、おっちゃんの言うこと聞けってことだよ、うん、おっちゃんが一生懸命やってんのよ、そう、本当に、ね、頑張って、ね、うん、レールを引くので思いっきり走る機関車になってほしいね、本当に、うん、そうよね、うん、さっき三尾の、ね、話も出たんですけども、三尾これからちょっと明るい役も出てきてくればなとねえ、やってみたいですよね、死ぬ役ばっかりっていうのきついね、そうなんですよね、なぜかね、そういう役をいただくことが多いですよね、うん、いろんな役やってみたいなって思いますね、うん、はい、うん、もうエンディング曲が流れてるから、うん、まあ、今後のこの期待をこう、うん、岡副社長にもちょっとね、はい、こうやるっていうのをぜひ、いや、ミスをかぜひぜひ、うん、沖縄は本当にやっぱり歌も、もともとお笑いも演劇、お芝居も、はい、宝庫ですからね、で本当にタレントの卵さんたちもいっぱいいますので、ね、はいはいはい、ぜひちょっと沖縄からサンミュージックも、ちょっとスターをね作りたいなと思っております、ですね、はい、ぜひそれのこのかけかけになるようなこうイベントを一つできればなと、はい、そうですね、オーディションをそこでやるとかね、はい、そうですね、うん、いやちょっとね、考えておりますので、ぜひよろしくお願いします、ね、本当に、うん、固まっていきましたらね、はい、徐々にまた、この番組の中でも発表していきたいと思います、ありがとうございます、はい、ぜひ頑張りたいと思います、うん、岡副社長が出るときは僕も出ますんで、はい、大丈夫です、わかります、うん、なんとかこう飛んできますんで、じゃあ僕あんまり出ないんですけど、その1週間ぐらい前に先に大阪でお会いして美味しいもの食べるみたいな、ね、ああ、ね、やっぱり物事の下準備が、いや、そうそうそう、やっぱり必要ですから、うん、本当に本当です、そうなんです、はい、ありがとうございます、今日はありがとうございます、はい、時間をありがとうございます、はい、本日はいかがでしたでしょうか、スターワールドチャンネルでは今後も新しいことに挑戦し、はい、企業スポンサーも募集しております、そして今週も最後まで聞いてくれはりましてありがとうございました、来週の土曜日も5時からのスターワールドチャンネルよろしくお願いします、はい、では皆さんまた来週、ほんまおおきにおおきにおおきに、ほら鶴戸君最後に一言、あ、うん、よろしくお願いします、遅いやアホもっとやおおきにとかなんかあれやろ、お待たせしました。サンミュージックさんよりお笑い芸人のよだれどりのお二人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
改めて改めて自己紹介してもらいたいんですけど、あの一応小西さんからお願いしたいんですが、あのモノマネで自己紹介していただいてもいいですか。モノマネが得意だった。はい、ちょっとモノマネで自己紹介なんてきついな、どうしたらいいですか。鬼滅の刃の鱗滝さん。わしは鱗滝左近次と申す。このような売れてない今若手芸人にモノマネで自己紹介させるなど番組スタッフ判断が早い。早かったね。うん、以上になります。以上じゃない。いや、判断が早かったな。すいません、小西と言います。はい、小西、なお、よだれどりです。よだれどりさん、はい、お願いします。すごいモノマネ。あんますごくなかったじゃない、この雰囲気。モノマネ反応良くないね。それか鬼滅の刃読んでない、アニメ見てないか。私映画しか見てないです。私も鬼滅見てないです。見てない、私は見てない。鬼滅見てないですよ、すいません。申し訳ない、チョイス。コメントではモノマネ上手って来てます。そうですね、コメントでは。あー、よかったよ、はい、もう使ってくれて。あんま言うな。ではね、早速まあここでよだれどりさんを知ってもらう。あ、素直さんも、素直さん、モノマネ、モノマネできますか。モノマネなしで、なしでも全然いいんですけど。自己紹介、モノマネ、モノマネ、僕もやってるんですけど。やってますか。あ、じゃあお願い、はい、あ、もうやってます。僕、ヤクミツルです。似てますね。似てます。それは似てる。笑うなよ、おい、笑うなよ、おい。ただラジオ聞いてる方にはね、ちょっと映像が見れないんで、はい、ぜひ声が良かったなと見ていただいてね。まあラジオ見てた。はい、はい、ではここでね、よだれどりさんをもっと知ってもらうためにね、お二人の漫才をね流させてもらおうかなと思います。はい、スターワールドチャンネル。6月26日、時刻は5時を回りました。今週も聞きに来てくれはってほんまおきに。パーソナリティは私、佐藤梨央と三津藤恵里。沖縄と東京よりズームでラジオを進めさせていただきます。今週取材一件してきましたのでご紹介させていただきたいのと、今週のゲストはサンミュージック福岡より明石リリコさん、サンミュージックさんよりお笑い芸人のグータンさんにも参加していただきますので、本日もぜひ5時56分までお付き合いください。よろしゅうお頼申します。では、どうしよう、リリコちゃんいきますか、はい、所属と、はい、サンミュージック福岡所属、明石リリコです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。サンミュージック所属のお笑い芸人、グータンの原田です。森山です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではね、最後までよろしくお願いします。では早速なんですけども、一つ目のコーナーいきますか。はい、はい、ではリオさんね、今週は一件取材してきてくれはったって聞いたんですけども、早速ご紹介していただいてもいいですか。はい、ではここからはリオの取材してきたよのコーナーです。まあ、今日今さっきあの取材コーナーのねタイトル決めたんですけど。はい、急遽ね、急遽決めた。だからリコちなかったんですけど。今回あのご紹介させていただくのは、沖縄県名護市にあるファイブオーシャンさんです。マリンスポーツをね楽しむならぜひおすすめの場所なので要チェックなんですけど、先にねあの動画取材してきましたので、そちらを流させてもらいたいなって思います。山内さん、動画の方お願いしてもいいですかね。はい、お願いします。私はね、今回人生初めてジェットスキー体験させていただいてきました。いいな、ジェットスキー。
くだ。映っているのが店長の里川さんです。いい具合に日焼けした。パラセール体験会バーベキューとかも、もうここで全て準備してやりますので、まあ、メインがジェットスキーのレンタルとか、そういったのになるので、ジェットスキーに乗りたい人はぜひ来て遊んでほしいです。はい。海で遊んで、バーベキューして、会社をお酒も泊まって帰るっていうのは、うちの売りです。はい。で特典あり。コーナーすごいね。